本日のワンポイント解説はこちら。碇優衣、実は真の黒幕説。これはどういうことなのか、詳しくお話ししていきます。黒幕である理由ですが、まず一つ目に、ゼーレと深い関わりを持っている。碇玄道は当初、優衣とつながりのあるゼーレという組織に接触するために優衣に接近したとまで言われていました。そのゼーレという組織は世界を裏から牛耳る秘密結社であり、裏視界文書を発見し、後に人類補完計画を企てる組織です。そして彼女が黒幕である理由の2つ目ですが、自らの意思でエヴァに登場し融合した。彼女は生前、人はこの星でしか生きられません、でもエヴァは無限に生きていられます、その中に宿る人の心とともに、たとえ50億年経ってこの地球も月も太陽すらなくしても残りますわ、たった一人でも生きていけたら、とても寂しいけど生きていけるならと発言しています。この発言に対し冬月大先生は、人の生きた証は永遠に残るかとこぼしています。つまり人の生きた証を残すという自らの理想を追い求めて、碇優衣は自らの意思で真珠や玄道の前から消え去ったのです。以上2点をまとめますとこのようになります。まず1つ目、ゼーレとつながりがあり、裏視界文書の内容を把握していた。これはつまり人が進行してきて、いずれ来る止められない世界と人類の破滅を予期していたのです。これに対し2つ目、その時に備えエヴァ初号機のコアと一体化した。これは何のためでしょうか。いずれ人類が滅ぶ時が到来した際に、そのトリガーとなる初号機の意思を尊重させるため。では初号機の意思とは何でしょうか。誰が乗り、誰の意思に世界を託すのでしょうか。答えは一つです。自分の息子である碇真珠に世界の行く末を、未来を託すためです。以上で本日の動画はおしまいとなります。様々な考察ができるエヴァンゲリオンは最高ですね。すべてのチルドレンにおめでとう。それではまたお会いしましょう。